イングリッシュパートナーズの末田香奈子です。落とし物取扱所英語では lost and found。落とし物をしたんですが、えー、落とし物取扱所はどこですかは I lost something.Where is the lost and found? となりますえ。海外の落とし物取扱所は the lost and found office と言います。 えこれは office はあってもなくても通じるそうなので、えー、どちらか覚えやすい方で覚えて使ってみてください。えー、また、落とし物は lost property と言います。落とし物取扱い所、英語では lost and found。海外で落とし物をしたら最後です。気をつけましょう。会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。 アプリ「レイニー先生」の動画で簡単英会話配信中